風が鳴いている。あ、どうも皆さんこんばんは、ゆうこんちのたいちゃんです。ということでね、ユニバーサルシティウォークにシェイクシャックがやってきました。はい、はい、正確に言うとユニバーサルシティウォークじゃなくてね、パークフロントのお店なんですけれども、はい、とりあえずね、今日新しくできた超高級ハンバーガー屋さんに行きたいと思います。じゃあ行きましょう。これシャックバーガーだろう。じゃあスモークシャックバーガーです。トリプルとかあるな。ダブルで言えばさすがに。カスクリームって感じ。最高かよ。これスモークシャック。トリプル。オニオン追加。クルス追加。レタス追加。焼き加減ウェルダン。まあ、どうも追加しようかな。全付け。で順番かクレカしかない。はい、ということで買ってきました。店内のなんか外観とかは撮っていいみたいだったんですけど、店内なんか飲食中のね、あれは NG っぽかったんで、ホテルの裏に来てます。はい。ユニバーサルシティウォークってね、いろんなハンバーガー屋さんがあるね。安い順に言っていくと、マクド、モス、まあハードロックカフェみたいな感じですね。で、その上にシェイクシャックが来ると思います。っていうぐらいの高級志向のハンバーガー屋さんでございますね。シェイクシャックのまあ代表的なバーガーであろうシャックバーガーっていうのかな、はいはい、はい、いただきます。パティがねすごいんよね、はい、パティというかハンバーグみたいなイメージかな。いただきます。あ、うまそう。うん、めちゃくちゃ美味しい。あ、そうなんだ。あのね、パティがすっごい柔らかいんやけど、肉肉しくて肉汁もすごいし、まあ、でも全体的にちょっと濃い味ですね。油が濃い味の味、油が甘くて美味しいですね。例えばさ、マクドのハンバーガーやったら、あれ1個でハンバーガーの味って感じやんか、うん、一つ一つのね主張が赤激しい。あ、そうなんだ、うん、パティとあとトマトとピクルスで、ピクルスがめっちゃ分厚いから高いだけあるなっていうような美味しいハンバーガーですね。トマトの味もなんでこんな濃いんやろ。いいトマト使ってるのかな。美味しいです、めっちゃ。うちの地元にもあるけどさ、たまに本格的なハンバーガーショップみたいなのあるやん、その個人経営でやってるようなみたいな感じのイメージですね。だからこの値段はかなり納得のいく値段かなと思います。はい、で次ポテト。ゆうこんち。俺製造機やん。まあ美味しいわ。美味しい、うん、チーズなんですチェダー、うん、多分チェダーかな。ーまあでもちょっとね、美味しい、味濃いです。結構さ、ポテトってやっぱり会社によって全然形違うやん、うん、この形ってなかなかないよね。クリンクルカット、これクリンクルカットっていうか、確かに、うん、サクサクでめっちゃ美味しいです。なんかスモークみたいな名前ついてて、ね、スモークなんちゃらバーガーの、トリプルですね。ウェルダンの意味ちょっとわからんと、俺ウェルダンを頼んでもてんけど、うん、よく焼きってことやね、確かに。あ、でも美味しそうやん、カリカリ。うまそう、うまそう。これね、多分やけど、肉汁やばすぎてラップがべちゃべちゃになってる。肉汁が半端ねえですよ。いただきまーす。もうちょっと、玉でのスーパーのご飯みたいなくらいぎゅうぎゅう。上品なハンバーガー屋さんのはずやねんけど、タックちょっとトッピングしすぎて若干下品な見た目になってる。やっぱりうまい。うまいよ。
でも結構スモーキーな感じ。スモーキー、めっちゃスモーキー。スモーキー、うん、めっちゃスモーキー。ウェルダンにしてるから香ばしさも相まってめっちゃうまい。あ、そうなんだ、ね、うん、玉ねぎがね、これ生なのかな、ね、焼いてる感じでもない。でもね、辛くなる。玉ねぎの下、バンズの下側が肉汁でひたひたなってる。バリうまい、これ。トマトもそうやけどさ、玉ねぎもそうやけど、結構使ってるよいしょ、使ってるお野菜こだわってそうだね。うん、全体的にいろんな味が、めちゃめちゃ美味しいんですよ。なんか甘いな、確かに。甘いやろ、油でね。これね、ウェルダンの方がいいかもね。あ、これ的にはスモーキーが強いし美味しいです。あのね、うん、トリプル絶対見てた方がいい。なんで？キムタク持ちできへん。ああ、そういうことね。はい。スモーキーの全然違う。そうなんや。うん、どっちもうまいけどな。めっちゃ美味しい。うまい。なんかね、これスモーク鼻にファって抜ける感じやね。スモークスモークがさ、充満する、ちょっとね、それも美味しいけど、鼻にパンって抜けるからめっちゃ美味しい。これそうめっちゃうまい。あ、俺これスモークの方がいい。ウェルダンとスモークの相性が多分めっちゃいいんやから。あ、そうなんや。香ばしさもあるやん。そうこれが一番うまい、このカットが。そう、確かグリーンこれカット、なんかね、波の部分の出っ張ってるところがね、あのカリッと上がりやすい。そう、ありがとう。腹立つな。ごちそうさまでした。知ってる？めちゃ藤岡弘にいただきます。ごちそうさま。知ってるけど、やったのか。うん、やったよ。そんなに、そんな感謝したら何でもうまいやろ。ゆうこんち。はい、ということでシェイクシャックいただきましたが、全体的にね、超高クオリティですね、はい、結構まあ値段帯的にはまあ最初にも言った通りね、結構高めの値段設定になるんですけれども、結構贅沢したい時とかはいいんじゃなかろうかと思います。なんかね、ハンバーガー食べた後のね、感じってあるやん、口の感じ。あれじゃないよな、ね、あれじゃなくてね、ハンバーグステーキ食べた後の口の感じだよね。そう、贅沢な体験ができるハンバーガー屋さんやなって思います。口がね、なんかね、すっきりしてるような。そうやね、もたれせえへんような感じの脂っこさでございました、うん、とにかく美味しかったです。めっちゃ美味しかった、はい、あんなに食ったのにね。いや、皆様もね、一度行ってみてください、ユニバから一番近い店なんじゃないかな、あれが。満足度マックスのお店でございましたので、ね、皆様も行ってみてください、はい、それでは、この動画を見てシェイクシャック行ってみたいなって思ってくださった方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。せーの、バイバーイ。工業地帯やけど、なんか景色いいよね。いいよね、開けてるよ。なんか上で怒られるもんね。